まかったですね。うまかったですね、はい、レイパックス外に出してイーサトンのスリーポイント。得点が停滞している時間となっています。斉藤拓実のスリーポイント来ましたね。ここで決めます斉藤拓実。さらには斉藤拓実も3。この辺りマークマンが変わったのでいろいろスピードの見せましたが、高さの見せましたがいろいろ起こってました。ああ来ました、ね、奪ったスチール、ぶち込んだレイパックス。今日非常にプレータイム長いですもんね、ラモスは。そうですね。レイパックスジュニア決まったよ。これ10秒。レイパックスエサトン斉藤、失礼、伊藤、ふわっと浮かせて